金伊紗金伊紗金曜、1924年3月10日から2018年10月30日は、香港の小説家。香港の名宝とシンガポールの新名日報の創刊者。本名は、佐良王、佐良陽。金伊紗とは筆名であり、本名のの字を変と作りに分けたものである。武教小説を代表する作家で、 その作品は中国のみならず、世界の中国語圏、中華圏で絶大な人気を誇る。石膏商会、ネイ賢言花人の出身、民末の文人で、阪神運動に身を投じた、札儀助一族を祖先に持つ。当初は外交官を目指し、中央政治大学、現、台湾の国立政治大学で外交について学んだが、 不正に抗議した絶過事件が原因で退学を余儀なくされる。その後、広州の東南日報で取材記者や英語の国際放送受信の担当を経た後、蘇州の東呉大学法学院で国際法課程を収集した。ほどなく金遺産は大広報の電気通信翻訳の試験を受けて採用され、香港支社に派遣される。大広報の娯楽紙面である。 新版法が創刊されると、下馬茶座の編集担当となり、林館の筆明で映画評論の執筆を行った。ちょうどその時、大陸では共産党政権の誕生を迎えた。金伊佐は単身北京に赴き、自分を外交官として採用するように申し出る。しかし、金伊佐の思想が共産党と相入れないものだったために、この申し出は拒否された。また、 父が反動地主として逮捕される事件も発生する。これによって外交官への夢を完全に諦めた金井さんは香港に戻り記者として復職した。その後、同僚であった両派部が武教小説の執筆を始めた影響もあって、1955年新版法に第一作である初見オンアダ録を発表した。それを皮切りに、 武教小説の執筆を開始し、一躍人気作家となった。1959年には、独立して、名宝を創刊する。当初は、金伊佐夫の武教小説を毎日読めるという、宣伝文句を看板に、香港の地のゴシップ記事や競馬情報などを扱う、商業誌であったが、1962年5月に、中国大陸の難民が大量に香港に流入した、事件を皮切りに、 中道の新聞へと徐々に脱皮し、香港の外省人に支持される新聞として、成長を遂げてゆく。以降、名法に社説と、武教小説を毎日執筆連載して、人気作家としての地位を、不動のものとするとともに、かつて属した大広報などの左翼計画史と、共産党の姿勢をめぐって、激烈な論争を繰り広げ、文化大革命勃発時には、その人の目的が、 劉昌期国家主席打倒にあることを、終末期には当時権力の絶頂にあった林表の失脚をそれぞれ予言し、政治評論家としての才能もいかなく発揮した。1972年には、かかなえきの連載終了とともに、突如作家としての断筆宣言を行って、世間を驚かせた。香港の中国への返還が決まると、香港基本法起草委員会の委員に、 中国側の推薦で任命されたが、返還後の香港の政治体制について、金伊佐が示した法案は、香港の政治的安定を優先させ、中国側の意向に沿ったものだったために、民主派から激しい非難を浴びた。ところが、1989年に天安門事件が発生するや、金伊佐は抗議して即座に委員を辞し、再び世間を驚かせた。その後、金伊は、 名法を辞し、持ち株の大半を売って引退した。しかし、引退後もオックスフォード大学の客員教授に選ばれたり、香港特別行政区準備委員会に香港側の委員として参加するなど、その活動は衰えていない。1999年により、石膏大学の人文学委員長を務めた。2002年には、15作品ある、自身の武教小説の改訂を開始した。 2018年10月30日、香港の弟子居。94歳没。1955年に、諸女作、初見オンアダロクの連載を開始して、以来、1972年に、が叶え木を、最後の作品として断筆するまでに、長編を中心に15作の仏教小説を書き上げた。それらの作品群は、文学的な表現と、巧みな展開の物語で、 爆発的な人気を引き起こし、香港中国のみならず、台湾や、華人の多い東南アジア各国でも広く読まれている。その浸透ぶりは、中国人がいれば、必ず、金伊佐の小説があると言われるほどで、中華圏における民族作家として、確固たる地位を確立している。金伊佐夫の仏教小説は、動乱の時代を舞台としたものが多く、壮大な歴史背景に、 実際の歴史上の人物も多数登場して虚実入り混じった世界を形作り、武教小説の枠を超えた壮大な歴史女子文学と呼ぶ、ふさわしいものとなっている。また、作品の中では民族間の葛藤が描かれることが多いが、それらの関係は伝統的な中華思想によっては捉えられておらず、諸国家、 民族が客観的かつ平等に描かれているのが大きな特徴となっている。武教小説はそれまで低俗な大衆小説として知識人からは軽蔑される傾向が強かったが、豊かな教養に裏打ちされ、また、西洋小説の影響も受けた金伊の作品は知識人の間でも好評を博し、金伊の作品の主題や物語、登場人物を研究する。 金学ぶなる学問まで生まれた。武教小説を文学としても評価される域にまで引き上げたことで、金遺産は武教小説の大一人者との呼び声も高い。また、作品の多くは映画やドラマ、漫画、ゲームなど様々な媒体に進出して大衆に広く、愛され、中華圏における広範な娯楽文化の一翼を担っている。1995年に、 現代中国の代表的な作家を選んだ二十世紀中国文学大使文庫で金伊佐夫は露人、珍珠文、馬金に続く第四位に置かれている。金伊佐は香港を代表する名詞の一人であり、小説の執筆は多彩な活動の一部に過ぎない。1959年5月20日に創刊した名宝は中国語圏のみならず、 世界的にも影響力を持つ新聞で、金井さんは創刊以来、武教小説の連載とともに、社説の執筆も手掛けてきた。中国で文化大革命が行われていた時期、金井さんは共産党の施策に反対する態度を明らかにし、左派の論客たちと上上で激しい論戦を繰り広げた。一時は身の危険を感じ、香港を離れたこともあったほどである。 香港の中国返還が決まるや、返還後の香港の政治体制を決める香港、基本法規草委員会に中国側の推薦で選ばれた。一貫して共産党を批判してきた金伊佐夫が中国の推薦を得たのは、香港内外でのその影響力が考慮されたことに、加え中国の政治指導者層内部にも金伊佐夫の部教唱説の愛読者が少なくなかったからと言われる。 金伊佐の提出した、香港の政治体制についての法案は、現実を直視して、香港の政治的安定を優先し、中国の許容範囲内での民主主義と自由を認めるというものだったために、香港では不評で、特に民主派からは、総攻撃を浴び、香港の初代行政長官を狙うや進化との非難も、出た。だが、1989年に、天安門事件が発生すると、 即座に中国への抗議声明を発して委員を辞した子で世間を驚かせた。法案自体はその後右与曲折を経たものの基本的には金伊佐の草案に沿ったものとなっている。その後、名法を辞して引退したものの各方面での活発な活動を続けており、中華圏において大きな影響力を持っている人物の一人である。 金伊の業績に対して相当な数の栄誉、勲章が授与されている。これら仏教小説作品の題名の頭文字を組み合わせると次のような追練になる。これは金伊が書かないきの後書きで披露したものである。腰助見はその後に書かれた短編であるために含まれない。徳馬書店は90年代中期に市場調査を行い、 その結果、金伊が世界で最も売り上げのある作家の一人で、あることを知った。もともと、徳馬書店は、社長の徳馬康義が中国との交流が深く、中国関係の書籍も多数刊行していた。そのため、日本では全く無名だった金伊のすべての版権を買い取り、日本語訳の出版を決定。1996年4月、来日した金伊と、 徳馬書店社長、当時である徳馬安義が契約を交わし、1996年に第1弾、書券オンアダロクが発売された。金伊佐夫教小説集と名付けられた、このシリーズは2004年3月までにすべて翻訳刊行され、2011年現在、文庫化が進められている。中華圏、中国大陸、中国香港、台湾。 シンガポールなどで数え切れないほどのテレビドラマ、映画、ゲーム、漫画などが制作されている。金勲の作品は中華圏で多くの人に読まれており、ほとんどのファンが原作を熟知している。そのため、映像化作品は、脚色が求められる傾向にある。しかし、その結果、原作とかけ離れたものに仕上がる場合が多く、そのため金勲自身は映像化作品のほとんどに、 不満を持っている。字には厳しく抗議する時もある。映像化作品については各項目の節、及び、お参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。